待たせいたしました。準備が整いましたので、公演4へと移ります。工科高校では、世界的視野で地域を学ぶグローカルコースと呼ばれるコースがあり、学生の皆さんが実社会のテーマをもとに、探究型の学習に取り組んでおられます。どのような教育活動を行っておられるのか、長崎県立工科高等学校片山康成先生に、地域の資源に目を向けた探究型教育と大学生との交流をテーマにご講演いただきます。それでは片山先生、よろしくお願いします。こんにちは、長崎県立工科高等学校の片山と申します。どうぞよろしくお願いします。私はこの7月にですね、工科高等学校に赴任しまして、まだ工科高校1年経ってません。そういった面では初心者マークをつけながら活動しているところです。今日は今年からですね、新しく始めた取り組みについて紹介させていただければと思っています。どうぞよろしくお願いします。でまず工科高校ですが、南島原市口之津町にあります。校舎は口之津町、グラウンドは上総町ということで、口之津町と上総町の間にありますので、一文字ずつ取って工科高校という名前がついているようです。今年創立118年の伝統校です。元は明治35年に口之津女子手芸学校からスタートしています。現在10月末時点で全校生徒269名、あと普通科と福祉科があります。普通科の中には普通コース、それと昔は家政科があったんですが、そういった流れを組む生活創造コース、そしてグローカルコース、3つのコースが設置されています。ここですかね、ここが工科高校の場所です。県内では最南端の高校じゃないでしょうか。でグローカルコースですが、これ、平成29年ですね、設立されまして、今4年目になります。皆さんもご存知の通り、グローカルという言葉はグローバルとローカルの掛け合わせた言葉で、目標としては国際的な視野で考えて、故郷を愛し、故郷に貢献できる人材、故郷から学び、故郷を理解し、国際的な貢献ができる人材の育成を目標にしています。で学校の中でグローカルコースというのは、どういう特色があるかというと、グローカル探究の時間、これは総合的な探究の時間なんですが、他のコースは、週1時間のところを、グローカルコースというのは、2時間毎週火曜日の6時間目7時間目に設置をしています。この探究活動は、グローカルコースの1年生と2年生が共同で、班を、作りまして、各班のテーマに沿って研究探究活動を行うものです。今年度の研究テーマは以下の通りです。7班あるんですが、その中で私が担当しているのは環境班とプログラミング班です。で、中にはですね、下村半島ジオパークですので、ジオ看板班というのもありまして、これは小浜の足湯ですかね、足湯温泉のところに設置している看板、どうすればどうやれば目立つのかとかですね、どうすれば伝えたことが伝わるのか、そういった文字の色とかデザインとか、そういったものを研究している班もあります。私が担当している環境班は、口之津町にあるよもさく川の復活プロジェクトということで、をテーマに研究をしてきました。昔はホタルがたくさん、飛んでいる川だったと、今はホタルがいないと、これをまた元のホタルが飛ぶ川に復活させたいと、そういったことを目標に探究活動をやっていたところです。この研究テーマがある中でですね、今年9月から新しい取り組みとしまして、環境班の中に早崎潮流発電プロジェクト班というのを編成いたしました。研究内容としては、早崎瀬戸の潮流を利用して発電ができないのかということと、その潮流発電は有効性があるのか、有効性があるのかどうなのかということを検証できないかというような、こういったものを目標としています。ここに地図がありますが、早崎瀬戸というのはこの部分ですね、ちょうどこの有明海の入り口にあたるところです。有明海というのは、皆さんもご存知の通り、干満差が非常に大きい
そういった海です。でここを海水が通るんですが、非常にですね、この海流が速い、これを生かせないだろうかと、まあ、そういったことをテーマに研究を進めていきたいというふうに思っています。すみません、動画をちょっとよろしいでしょうか。ここで早崎瀬戸のですね、海流の様子をご覧になっていただければと思います。このプロジェクト班を編成するようになった経緯ですが、これは今年7月にですね、南島原市の市役所の方が来校されまして、隣町の西有江町の出身でですね、大蔵株式会社の相川社長が、早崎瀬戸の潮流早いので潮流発言できないだろうかと。大蔵株式会社というのは長崎県の西海市にあります大島造船所の親会社のようです。その社長さんが地元の出身で、それを地元の高校生に研究をしてほしいというような意向を持っているんですが、どうでしょうかというそういった案内がありました。でその話をですね、関係するのは環境班だろうということで、私も一緒に参加して聞いたんですが、その時にこの先ほどの、潮流のですね、映像を見せてもらって、確かに早いんですね。地元のやっぱりそういった素材をですね、研究するというのは非常に興味がありましたので、じゃあやりましょうかということで、そういったプロジェクト班を編成することになりました。でまず相川社長のですね、思いというのはどういう思いかというと、今まで銀行員であったりとか、いろんな企業ですね、キャリアを通じて、やっぱり若い人たちに何か伝えたいと、自分の、キャリアを、若い人たちの育成に使えないだろうかということと、あとは、いろんな社会問題があるんですけども、そういったものをですね、高校生の時代から、そして大人と一緒に解決策を求めるそういった活動が必要じゃないのかということ、将来を担う若者が高校生のうちからそういった社会の問題に対して考えて、科学的に解決策を探求するそういった活動というのが非常に有意義じゃないのかと、要するに理系の人材をやっぱりもっともっと日本は作っていく必要があるんじゃないのかと、そういった思いからこういった提案をしていただいたみたいです。でそこで相川さんとですね、あとは相川さんが IHI 石川播磨重工業で一緒に勤めたことのある佐藤さんとかだと3人でですね、今後どういう形で進めていきたいこうかというご作戦会議を繰り返しまして、まずはやっぱりいきなり潮流発電じゃなくて、そういったエネルギーが必要だというそういった、社会的な背景についてしっかりと学ぶ必要があるんじゃないかということで、エネルギー問題でありますとか温暖化問題でありますとか、そういったことの、基礎知識をまずつける必要があるんじゃないかということで、そういった講義を、まず最初にやろうという話になりました。で最初9月15日ですね、まず相川さん佐藤さんに、世界や日本のエネルギー問題技術開発、そういった大きな話を全般的な話をしていただきました。石油や石炭天然ガス、そういった輸入はどこから入っているのかとかですね、どれくらい使われているのかと、そういったことを、資料をもとに、詳しく話していただきました。これがその時の写真です。私が担当している、環境班プログラミング班18人いるんですが、まずは、班編成をするにあたりですね、興味がある人はどういう人なのかと、全員に聞いてもらって、その中からやりたいという生徒をですね、募って、班編成をしようということで、最初は18人で聞きました。で、2回目の講義ですが、この方も相川さんの元同僚なんですが、立命館大学の宮沢先生に
地球の温暖化問題について詳しく話をしていただきました。言葉ではよく耳にするんですが、じゃあ実際のところ現状どうなのかとかですね、今後のどういうふうに予測されているのか、こういったものを詳しく勉強しようということで、こういう話をしていただきました。で、今回はですね、希望者を募りまして6名の生徒が参加をしてくれました。で、狙いとしては、地球の中の基礎知識を習得するということと、科学的に判断できる根拠を理解をすると、こういった狙いがあります。じゃあ実際に自分たちでやるべきこと、できることは何だろうかというのをしっかり考えるということで、打ち合わせの中でですね、稲沢先生と打ち合わせする中で、こんな資料を準備してますというのがあったんですが、稲沢先生が大学の講義で使われているスライドでですね、最初全部英語で書いてあったんですね。で、高校生に向けてはもう全部日本に直しますからという話だったんですが、グローカルコースでですね、英語が大事だということを生徒にも伝えたかったので、半分ぐらいでいいです、半分は残してくださいと、そういった形でいろんな要望をしながら、細かい打ち合わせをしながら講義をしていただきました。続きまして第3回目ですね、これも10月の末に行いました。これまで海洋エネルギー事業と長く関わってこられた川辺先生の話をしていただきました。川辺先生は東海大学とかですね、それとかブラジルの大学でも教鞭を取られたことのある先生で、主にモデルを使ったシミュレーションというのを行ってきたという話でした。海洋の建設作業というのは、例えば洋上風力発電、そういった資材を運ぶそういった運搬船も必要なんだと。でその運搬船が、これくらいの波の高さでどういう動きをするのか、そういったものをシミュレーションしながら、安全に効率よくできる、そういった、計算をしてきたんだということで、そういったシミュレーションの話をしていただきました。あとブラジルの大学とですね、日本の大学の違いについても話していただきまして、そこが結構生徒にはですね、印象に残っているみたいでした。ブラジルの大学は学費がいらないんだよとかですね、そういった話が特に印象に残っています。続きまして第4回の講義はですね、11月に丸紅洋上風力開発の淡島さんにしていただきました。実際に淡島さんは洋上風力発電の最前線でですね、働かれている方で、福島プロジェクトにも加わられた方です。洋上風力発電のシステムを、発電機を作って、それを作り上げた後にですね、福島まで運ぶ、海上を栄光して運ぶ、そういった動画も見せていただきまして、非常にすごいなと思ったところでした。あと海洋エネルギーの種類とかですね、あとは特に私が面白かったのはこの浮体ですね、浮体が揺れない、そういった仕組みもこれですね、円盤が2つあって、これが波の圧力を打ち消したことによって揺れない浮体ができるんだと、非常にですね、興味深い話を聞かせていただきました。であと、何よりもですね、私が嬉しかったのは、次のですね、若い皆さんに期待することっていう、そういったメッセージもですね、いただきまして、世のため人のためになることをやってねとかですね、自分がやらないというのは誰がやるんだという、そういう覚悟でやってよとかですね、若いうちにもう、たくさんのことを勉強してくださいと、たくさん本読んでねと、そういったメッセージをいただきました。生徒の感想を読んでみるんですが、こういったメッセージがですね、もうきちっと生徒に伝わっているなというのを感じた次第です。続きまして、第5回ですね、第5回はですね、もうつい先日、今週の火曜日に日本大学の理工学部の生駒先生の講義でした。実際に海洋潮流発電を研究されている生駒先生に、まずは基本的なところから、なんで潮汐が起こるのかという基本的なところから、潮汐発電、潮流発電の装置の種類であるとか、それと、今の風力発電が主流なんだけども、潮流発電と風力発電の違いはどういうことなのかとか、そういった話をしていただきました。
これが長石の説明ですかね。あと、イギリスの試験場のですね、そういった話とかもしていただいて非常に興味を持ったところでした。でそれとですね、いろんな講義の合間を縫ってですね、じゃあ有用性があるかどうかというのはどうやって判断しようかというところで、まずは排他的瀬戸をどれくらいの海水が通過するのかとかですね、体積はとか、どれくらいのエネルギーが取れるか、どうやって考えようかということを模索していたところでですね、まずは流れのパワーはとか、そういった、計算式もですね教えていただきました。まだ今6人の範囲がいるんですが、1年生で物理の勉強をしてないものですから、こういった公式というのはまだピンとこないんですが、来年2年生になって習うときに、ちょっとこれやったなというのが、思い出してもらえたらいいかなと思っています。あとは、ですね、空気の流れと水の流れ、密度の違い、こんなに海水の密度が空気よりも大きいんだというところですね。そういうところとか、あとは、海流の大きさによって発電量が違うんだと、定格出力、そういった話も詳しくしていただきました。あと風力発電装置が非常に大きくなっているのに対して、海上流発電というのはもっとコンパクトな形で、非常にいいんだというような話もしていただきました。で、生駒先生にもですね、最後、2050年というと、カーボンニュートラル、この期限となっているそういった、年なんですが、そこのですね、意識づけというか、2050年を支えているのは誰なのかと、それは君たちなんだよと、そういったメッセージもいただきました。その時は一視野で物事を捉えてですね、広く地球を吸収しようと、その知識を知恵にしていこうと、そういったメッセージもいただきました。以上が、これまであった、講義の、紹介です。で今後の予定なんですが、あと年度内5回の講義を予定しています。先ほどご講義いただきました京都先生にもですね、急遽今月末にですね、オンラインですが講義をしていただくようになりました。でそれと来年は、東京大学の先生にで、あと再生可能エネルギーで起業された、今愛子社長によると一番勢いがある若い会社で勢いがある会社レノバという会社のですね、大浜さんという方にも、その起業に関する話をしていただくと、であと宮殿未来エナジーの方にも依頼をされてまして、話をしていただくようになっています。であと商船三井ですね、なぜ商船三井かと私も存じなかったんですが、商船三井の発祥は串戸津なんだというところで、商船三井の方に、アタックしていただきまして、講演を了解いただきました。こういった、今年度末までですね、また盛りだくさんでやっているところです。この取り組みの特徴としまして、まずはですね、学校からの立場から、このプロジェクトのコーディネーターはやっぱり相川社長でですね、非常にこれまでの銀行員だったり企業人、そういった経験をもとにした、こんなことを高校生には経験させたい、教えたい、そういった綿密なプログラムが組まれています。非常にエネルギッシュで、アクティブな方でですね、好感度のアンテナを持たれてて、いろんな情報をですね、どんどん提供してくれます。私も打ち合わせとかですね、大学の先生や企業の方としながら非常にこう勉強することが多くて、非常に楽しい取り組みになっています。生徒にとってもですね、普通なかなか国家高校近くに大学はありませんし、そういった大学の先生方のですね、企業の方の話を聞けるというのはそう滅多にありませんので、そういった学校外との関わりが持てるというのが、いいところではないかなと思っています。それとあとはもうなんとなくですね、なんとなく、エネルギー問題聞いたことある、環境問題聞いたことあるという、そういう中で、実際にじゃあこれをどうしようかと、そういった社会問題に目を向けるきっかけになっていると思います。でそれと地元の資源に目を向けると、早崎、本当にもうすぐ近くのところですので、そういった地元の、まだまだこう生かされていない資源、そういったものに目を向けて、そこの
まあ、いいところなんだと、自分たちが住んでいるところはいいところなんだと、そういった自分たちの住んでいるところに誇りが持てるような、まあ、そういったきっかけになればいいなと思っています。で、結構島村半島ですね、帰ってきたいというそういった、生徒も多いんですが、各産業がない、まあ、これからの社会はもうなければ、まあ、作る時代だと言われてますので、まあ、そういった、生徒が出てくればいいなと思ってます。であと国家高校の生徒はシャイな生徒が多くてですね、まあ、積極的にあまり活動を見られない部分もあるんですが、こういった活動を通じて、最初相川さんの講義では質問がないとかですね、まあ、そういうこともあったんですが、だんだん慣れてきまして、質問ができるようになりました、まあ、そういったこう前向きな、姿勢が育てるんじゃないかと思っています。で、やっていることがもう自分のですね、じゃあ将来こういった方向に進みたい、まあ、そういった進路決定に役立てればいいなと思っております。一応生徒の感想をいくつか、挙げています。講義の中ではあえてこう分かりやすい言葉だったりですね、まあ、そういった言葉ばかりを使うわけではなくて、まあ、分からないこともあってもいいんじゃないかと、難しいこともあってもいいんじゃないかということで、難しいことがあったときにまあ自分でですね調べればいいと、まあ、そういったお願いをしているんですが、本当に家に帰って調べました、まあ、そういった感想もあります。まあ、先生方の講義の講師の先生方のメッセージも、まあ、伝わっているのかなというのが感じられる、まあ、これは、今週の、生駒先生の講義なんですが、もう本当にこうびっしりと、視聴ノートにですね、メモをして一生懸命聞いているそういったですが、感じられます。知識を知恵にしていくこと、この2つを意識して探究を続けていこうと、まあ、そういった前向きな感想もあります。今後の課題ですが、まずは探究活動なんですが、今のところはまだ講義を聞く、まあ、そういったことが中心になっています。この後探究活動をどういうふうに展開していくのか、そういったところが、まあ、今後、まあ、いろいろと模索しながら進めていきたいと思っています。それと今大人が計画をしてますので、こんなことをやりたい、そういった生徒の主体的な活動に、できればなと思っています。あとはものづくりですね、実際に本当は発電機とかを作ってみたいんですが、まあ、難しいということもありますが、まあ、そういったものづくりの面白さも経験させたいと思っています。まあ、どこをゴールにして設定するのかとかですね、まだ大学生との連携、まあ、今回はこういう形で、大学生と接する機会がありましたけれども、今後どういうふうに連携を進めていくのかというのも一つの課題です。あとですね、これをどう広げていくのかと、今6人で講義を受けています。非常にですね、もったいない話だなと思っています。でこれを、例えばもっと学校全体とかですね、まあ、近隣の学校とかですね、まあ、日本国内の他の学校とか、あとは、まあ海外の高校とも連携とか、まあ、そういった形で、広げていけたいかなというふうに考えています。今回ですね、このような機会をいただきまして本当に感謝をしております。恥ずかしながらこういう海洋教育フォーラムというのがあっているということも私は実は存じ上げませんでした。こういった機会をですねいただけたのも、まあ、相川社長との出会いがあったからだと思っています。日大の生駒先生との話の中でですね、長崎県って結構進んでるんですよと、海洋エネルギーの研究をしている拠点というのはいくつかあるんだけども、海洋長崎海洋アカデミー、ああいったこう、気候があるところというのはですね、まあ、ないんだと、長崎県は最先端を行ってるんだという話を、伺いしてですね、非常に長崎県民として、誇らしい気持ちになりました。今後ですね、こういった活動を通じまして、
将来的には長崎海洋アカデミーでですね活躍できるような、まあ、そういった生徒も育てていればいいなと思っています。今後もですねいろいろといろんな関係機関にですね協力していただきながら、連携しながら、プロジェクトを進めていきたいと思ってますので、今後ともどうぞよろしくお願いします。以上で私の発表を終わります。どうもありがとうございました。